FX っていう風に逆に入っちゃうと逆に気づかなくなる。その考え方自体はやっぱり持ってたんですよ。為替出来高ってどうなってんだろうって、そもそも行かない、そこで足切りされると思うんですよ。ぬるゲーだよ。いやー、小野さん、ここ僕知ってるっすわ。知ってる場所来た。このね、なんかワークデスクみたいなのは、あの、本当に住んでる時にできたんですよ。はい。そう。いやこれ、ここ結構いけてません、ね、こういうなんか、写真はなかったっすけど、うん、いやー、ロケ地巡りしてる。これの、その、どっかの廊下で撮ったんです。ああ、エンジニアリングの1本目。ちょっとここに来れると思わなかったな。中道さんの大好物は、いや、うまいでしょ、絶対。この盛り方よ、もう。温度ってでも怖くないですか？地通時はあんまりないじゃないですか。僕、温度はほとんど触らないんで分かんないですね。そうですか。それこそ、あれですか、もう最後に触ったブレクジットぐらいとか。そうそうそう、あれぐらい。本格的に触ったっていうのは。今はもう温度は全然持ってもないし、傾向も分かんないですね。そうですね、正直だってブレグジットしてからだって普通の一国になったわけじゃないですか。で、今言った通りその実需っていうのはないんで、本当には誰が買うんだって。だからあれなんですよね、その動き見てても、もうスカスカな動き、ね、そうだから飛ぶじゃないですか。あれ危ないですよね。持ちで飛ぶどっちかに飛ぶっていう動きをやっぱしてるんで、本当ってなんか軽い感じがしてやっぱ嫌っすよね、うん。ユーロドルが一番やっぱ流動性って意味でやっぱ高いん で、はい、で分かりやすいユーロとドルなんで、はい、なんかわざわざマイナーなとこ右に行かんでもっていうのはありますよね。確かに、うん。今度は本当にね、結構やらかしてる人多いですからね、資産的には、うん、今度はスプレッドもでかいし、ね、そうそう、やらかすでしょ、あれは。なかなか出来高って、はい、普通になんか生活してたっていうか FX とかやってたら気づかないですよね。FX っていう風に逆に入っちゃうと逆に気づかなくなるでしょうね。FX で入ると、そうそう、 FX って言っちゃうとやっぱ株、僕触ってたからその株って板があるんで、その考え方自体はやっぱり持ってたんですよ。だからそっちに目が行くわけで、FX か為替出来高ってどうなってんだろうって、そもそも行かない、そこで足切りされると思うんですよ。はい。そうそう。ちょっと今板って言葉が出てきましたけど、はい、板と出来高がかなり関係している。うん。してるなって思いません。はい。今となってはですけど、だってもうもろじゃないですか。あれはやっぱ株は、そう、逆に言うと株から入ると、そうです分かりやすかったりする。為替の方が全然難易度高いんで、意味わかんないじゃないですか、綱引きだもん。ちょっとポロポロ出ちゃってる感じですかね。ずっと僕は言ってますけどね、でも、はい、株の方が違う、 FX の方が難しいですよ、普通に。FX が好きっていう人いるじゃないですか、はい、それはそれでいいと思う。僕もそれめっちゃわかるから、どっちかっていうと好きっていう感情で言ったら僕も FX の方が好きです。あ、そうですか。不思議なんだけどさ、この人さ、これが初めてロッテルダムに来て、ここで飯食ったりしたんですよ。あ、そうですか。っていうことは3年以上サバイブしてるわけじゃん。はい。その時もあれ、ほぼ8割、9割断られてるわけですよ、まあ、でもなんかこれも見るとちょっと出来高も関係してくる。そう、出来高でしょ。スカスカのところでやりすぎだもん。なるほど。出来高ないじゃん。みんなすごい警戒の目でやっぱ見るからさ。いや、出来高大事ですね、やっぱり。出来高は超大事ですよ。
逆に出来高さえあれば別に自分はそんなに自分自身は別に大したことなくていいじゃないですか。いつも言ってくる自分の取り分だけちょっともらってくねみたいなイメージなんで、スーパーサイヤ人である必要ないじゃないですか。そこでゆるゲーだよ。じゃあぼちぼちじゃあタスクこなして行きますか。ハーグに行きますか。はい、そうですね。